彼は、偏京博、ギュンターの息子であり、従って、前任者のエッケハルト一世の弟にあたる。エッケハルトの死後、皇帝ハインリヒ二世は、マイセン偏京博に、その地位を熱望していた、ボレスワフ一世ではなく、グンツェリンを認じた。ボレスワフは、自らの権利が執行されなかったことに対する、腹せに、報道の境を犯し、略奪を行った。 これに対して、グンツェリンは、ボレスワフに占領され分割されていたバウセンの町の、包囲戦に勝利した。彼と老いにあたるヘルマン及び、エッケハルト2世との死闘の結果、1010 10年のメルゼブルクでの軍行会議は、グンツェリンを解任することを決した。彼は、ハルバーシュタット司教のもとで公禁されることとなり、解放されたのは1017年になってからであった。ありがとうございます。